はい、ね、今日はね、ヤマピーがね、まあ、薬疑惑っていうことで、まあ、一時期ね、まあ、仕事を干されて、まあ、今もね、まあ、ちょっと、まあ、海外に在住してるということで、まあね、警視庁から一時期マークされてたっていう情報が、まあ、今入ってきて、まあね、ヤマピー、まあ、そうなんですけど、ジャニーズに、まあ、昔、赤西軍団っていう、まあ、その、赤西仁とが、まあ、その、まあ、組んだグループがあって、まあ、そこで、まあ、警視庁が、まあ、かなり、まあ、その、マークしてたっていう、まあ、情報があって、まあ、ね、ヤマピーがね、まあ、そこまでその薬物疑惑を、まあ、その、報じられるっていうことになった、まあ、原因なんですけど、まずは最初は、2016年の4月公開の、まあ、テラフォーマーズっていう、まあ、完成イベントで、まあ、その、出てきて、ちょっと、まあ、痩せるんじゃないかっていうのは、今、言う声が心配してる声が上がって、でまあ、この時も、まあ、そこまでね、まあ、心配するような、まあ、ほどの、ね、痩せ具合ではなかったんですけど、うん、まあ、それからですね、うん、まあ、2022年の時ですかね、まあ、さらにまあ激痩せしたっていう、まあ、時期があって、まあ、そこではね、もうかなりまあネットでも、かなりこうちょっと頬の固形具合がやばいんじゃないかとか、うん、まあ、いや、そういうのがあって、まあ、ちょっとネットでも心配されてた時期がありましたね。でまあ、なんでこんなにまあ心配するかというと、ヤマピーはもともと日本の、まあ、六本木で、まあ、いわゆる、まあ、覚醒剤とは違って海外で人気のまあ5回ですね、まあ、ヤマピーはそっちの方が好きなんじゃないかっていう情報がまあ流れてて、まあね、あの5回をまあその日本で、まあ、結構、まあ、結構芸能人とかでもピエールさんとかもそうですけど、かなり芸能人も好きな人多いみたいなんですよ。まあ、どっちかというと、ね、覚醒剤みたいに、まあ、直接ね、まあ、清原さんみたいに、まあ、注射に静脈注射してっていうのがあんまりかっこよくないと。まあ、っていうので、まあ、鼻から吸って、まあ、ちょっと金持ちのセレブな感じでっていうのが今、まあ、主流みたいらしくて。まあ、そこでもね、コカインと、まあ、まあ、コカインとタイマーをね、やると、まあ、かなり相性がいいみたいなんですけど、結局、まあ、そのコカインも、まあ、元を垂らせばアンフェタ、フェタミンですね。まあ、いわゆる、まあ、アッパー系の覚醒剤っていう、まあ、種類につながってるんで、かなり、まあ、冗長性があるんで、まあ、体にもいいことないですし、まあ、その、夜通しやったらやっちゃうんで、うん、まあ、で、騒いで、まあ、飯も食えないっていうような、覚醒剤と似たような多分状況が出ちゃうと思うんですよね。大麻とかは、まあ、海外とかでも、ね、自分経験あるんで分かるんですけど、大麻とかは、まあ、飯食ってても、やってても、まあ、あれ飯食えるんですよ、大麻は。まあ、むしろお腹が減るぐらいで、まあそんなに、まあね、まあ、害はないって言ったらおかしいですけど、まあ、ただ覚醒剤とか、そのまあアッパー系のやつはやっぱり飯食えないっていうのが、やっぱ出てきちゃうんで、まあそれでっていうのは疑惑は、まあ、一時出ましたね。うん、まあ自分もね、まあ心労だとはね、まあやっぱ心労とか、まあそっち、薬疑惑じゃないって信じたいですけどね。まあでもね、いろいろまあ見たらね、テレビドラマにもすごい出て、まあ本当一時期はね、まあ世間を席巻するようなまあ TV スターだったんで、まあテレビドラマもね、僕運命の人から、まあコードブルーですね。まあでも野口の、野豚プロデュースがあれば一番有名ですよね、まあ、出始めの。まああれと、まあインハウンド、正直不動産とか、東京ボイスとか、まあ見てたらすごいいっぱい出てますよね、はい、うん、まあね、こういうふうにもいっぱい出てるんで、プロフィールも、まあ、すごいですよね、まあ、1985年4月9日で、まあ、今30まあ、5歳ぐらいなんですかね、今は。35、6で、千葉県船橋市で、まあ、身長174で、60、65キロって。もともと体重結構軽いですね。60、65って言ったら、自分がまあ今そんぐらいあるんで、174にしたら結構軽いですよね。明治大学、小学部、明治大学ってすごい頭いいですね。なかなか入れないです。まあ一般では多分ないと思いますけどね。ジャニーズ事務所で。まあ、ニュースのメンバーでっていうことで。まあ一時期ね、石原さとみさんとかの、まあ、熱愛報道も出てましたけど。
まあ、元々が顔がねぽっちゃりした時だったんで、まあね今はねまあちょっとまあ顔も戻って、まあ多分ねまあ結構世間の目を気にされてっていうところはあると思うんですけど、まあね自分としてはねまあやっぱり、まあ、カナダに行って、まあ、今はね仕事も順調ですし、もしねまあそういう悪い流れあるんだったら、まあ、きっぱり切って、ちゃんとまた俳優業にまた邁進してほしいなって思いますけどね。まあ、テラフォーマーズの時とかね、まあ、本当にまあ単発ですごいかっこいいですよね。まあでもね、まあ、病気かっていう、まあ、拒食症疑惑とかがね、まあ、いろいろ出たみたいなんで、薬物使用疑惑、まあ、過去には書類送検とかも、まあ、いろいろあったみたいですね。まあね、これなんか違法薬物疑惑っていう、まあこれまあいろいろまあ聞いたり見たりしたら、アメリカ西海岸の方で別宅をまあ持ってるみたいですね。でまあそこでまあコカインをまあ常用しているっていう、まあゴシップ誌の、まあ、タバロっていうところがまあ報道してるみたいですね。まあでもなんかまあそのまあリーク筋によると、まあ大体やってるんじゃないかって噂の人大体やってる気が知ってるっていうふうに言われてみたいですね。まあでこの若手といっても30歳は超えてる、まあ、大手事務所に所属するワイドの愛っていうのは、まあこれはほとんどヤマピー、まあ、確定できないとほとんどヤマピー近いですよね。で海外エージェントと契約したとかで、まあ、日本で仕事がないときはアメリカ西海岸に住んでいますとかで、あちらに家を持っていることはあまり知られてないでしょうかって、あのここに書いてますね、まあ、彼はまあ覚醒剤派ではなくてコカイン派で、まあ、若い頃はやんちゃで六本木界隈でなすり狂ってましたけど、今大人になって警戒心が強まったのか悪いことは日本でせずアメリカでやってると自慢してるとかって、まあそうなんですよね。まあアメリカとかってやっぱり、まあ、カナダとかもそうですけどやっぱりねアメリカとか薬物に対する規制が緩いんですよやっぱり、うん、まあ、これはまあ覚醒剤だけじゃなくて、まあ、いわゆるドーピングとか、まあね、まあ、筋肉増強剤とか、まあ、そっちのステロイドですね、まあ、そっちもそうですけど、まあ、向こうはねあんまなかなかねやってる数がやっぱ多いんで、でまあ彼に薬を覚えさせたのは大手出版社の編集者であるっていうのがこの噂みたいですね。芸能界って薬物騒動が多いんですけど、まあ、反社の人と出会うきっかけはあんまないみたいですね。まあ、ただ雑誌編集者にはまあきな臭い人間が多いと、まあ、特にグラビア系雑誌アイドルシーンで、まあ実際のところまあテレビタレントとまあ密接な時間を過ごしているのは広告代理店や関係者でもなくて、まあ雑誌編集者やライターだと言われているみたいですね。まあここでもね、まあ、ピエール・タキさんとか、まあ出たみたいですけど、まあ、コカインとかだったらピエール・タキさんとかですね、ムロツヨシさんとか、まあキヨとかね、まあキヨさんとか、まああっちの方は覚醒剤とかまあの方なんで、まあでねその昔、まあ赤西くんはまあギリギリのところで、まあ、当局の捜査を逃れと、錦戸くんも巻きタバコを手慣れた手つきでくるくる巻いている姿を報じられと、まあ手巻きタバコってね自分もその海外とかで、ね、巻きタバコする子はね、あんまいないですよね。普通巻きタバコってしないですから、巻きタバコをするのは例えばそのマリファナを吸うときにあのマリファナを紙に巻く、まあ、ポンポンってやつがあるんですけど、まあ、それをまあポンポンにいわゆる、まあ、例えばタバコが入っているあのやつ試験木とか、まあ、新品のやつに半分タバコカットしてマリファナを入れて吸うとか、まあ、それかポンポンっていう紙にもうマリファナを丸ごと巻いて火つけて吸うかっていう、まあ、ですね、まあ、結構怪しいっちゃ怪しいですね。巻きタバコは海外とかでやってる子いましたけど、巻きタバコね、巻きタバコ買うぐらいだったら普通にまあ普通のタバコを吸えばいいだけですからね。巻きタバコ吸うってのは、まあこれはまあなんとも言えないですけどね、中見てないんでね。でまあ親密構成ウィルスミス親子はハリウッド政府の芸能人 であちらでは日本以上の薬は当たり前ですから、ね、まあ、向こうはやっぱね薬の規制が弱いんでしょうね。
まあ、っていうことでした。はい、まあ、今日はアイク TV の、ゴシップネタでした。またね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、アイク TV の方 YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。面白い動画見れるのでぜひぜひよろしくお願いします。